の扉ホスピタル・オブ・ミラクルメイキング。基礎とかもできてないところあったりして大変だけどすごく楽しいです。役はないんですけどアンサンブルらしく頑張っていきたいなと思います。しおり役の松下美優です。花子役の金林美玲です。なるみ役の美馬里穂です。最初は子どものはしゃぎ方が分からなくてすごい苦戦したんですけど、今稽古を重ねて分かるようになってきたので、子どもらしいはしゃぎっぷりを客席に届けられたらと思っています。頑張ります。残り稽古も少なくなってきて、もうすごい不安でしかないんですけど、今まで自分たちがやってきたことを全力でやって楽しみたいと思います。子供の中で多分なるみは一番難しい役と言っても過言ではないと自分で思っていて、いろいろ苦戦しましたが、最後まで楽しんでいきたいと思います。頑張ります。見に来てください。自分がやる役が普通って言われて、いざ普通って言われると何のことかがよく分かんなくなったりとか、ダンスに関してもやったことのない振りだったりとか、なんかやったことないことだらけの中で今までたくさんみんなでやってきたので、自分の看護師たちの役も見てほしいし、もう個性あふれる看護師に仕上がったので、その辺も全部見てほしいです。よろしくお願いします。自分は一応ダンスアンサンブルという形でこの舞台に出るんですけど、一応メインで歌の方はコーラスとかの方に出まして、ハモリを覚えるまでがすごく大変だったんですけど、覚えて歌えるようになってくると、一緒のコーラスの子とかに聴いてもらったりして、できてるとか女性とかにすごい褒められた時はすごい嬉しくて、舞台が好きなんでやってて楽しいです。初めてで緊張するんですけど、最高のものを作りたいんで頑張ります。2回転とかすごい難しいことがたくさんあってすごい苦戦してるんですけど、それも込めて毎日練習して頑張っているので、それを本番で発揮できたらなと思ってます。私は子どもの役を演じさせてもらうんですけど、病院にいるけど元気いっぱいな子どもを演じるっていうので、結構明るく盛り上げたりとかするのをこのホスピの稽古で頑張ってきました。本番まであともうちょっとですが頑張っていきます。最後まで頑張ります。私は子どもの中の貴子っていう役をやらせていただいてるんですけど、貴子は本当に無邪気で明るくて活発な女の子で、普段の私とは結構ギャップがあるので、それを演じるのに普段からもっと子供っぽさとか無邪気さとか考えてダンス練習したりとかしてるので、客席にいるお客さんに楽しんでいただけるような役をやれるように頑張りたいと思います。ダンスアンサンブルでダンス出てるのでダンス頑張ります。はい、はダンスアンサンブル4でみなと貴子役中志歌でした。さゆりという役で一番難しかったことは、歌を一人で歌うところがあるんですけど、その曲中でさゆりの気持ちや思いを歌で表現するのがすごく難しかったです。絶対見に来て後悔させないのでぜひ見に来てください。演じるっていうことをしたことがなくて、もうそれをすること自体が難しくて、皆さんについていけるかどうか心配だったんですけど、皆さんのおかげでここまで来ることができましたあと看護師はダンスナンバーも多いので、そこも注目して見てください。今回のホスピタル・オブ・ミラクルはすごいさまざまな面白い役とかたくさん出てるので、特に、看護師ももちろん一人一人面白い役があるので、ぜひそこに注目して見てください。はい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 、以上看護師からでした。グッとくるもんあると思うんですよ、涙が出そうになるというか、僕普段泣かないんですね、泣かないんですよ何があっても、でもそんな僕が泣きそうになるほど感動するもんなんで、皆さんぜひ見に来てください。ありがとうございます。ぜひ来てください。お待ちしております。明日への扉ホスピタル・オブ・ミラクルTo be continued.